はい、どうもこんにちは。今日はオデッセイの見積もりに行ってきましたので動画にしたいと思います。車体の大きさから見ていきたいと思います。2パターンあるんですけども、全長が 4.84m、 全幅が 1.82m ですね。アルファードとかベルファイアクラスと同じような大きさ。ただですね、アルファードと比べて前高が低く作られているのが特徴になります。オデッセイの前高は 1.685m ということで、アルファードに比べて約 30cm ほど低くなっています。次にモデル別の標準装備を見ていきたいと思います。オデッセイはハイブリッド車とガソリン車に分かれております。それぞれノーマルタイプ、アブソルート、アブソルート EX、 3パターンに分かれています。このアブソルート、スポーツタイプになります。営業の方が言うには走るミニバンと言われてました。ハイブリッド車とガソリン車燃費を見ていきたいと思います。ハイブリッド車のノーマルタイプ7人乗りでリッター26キロ、じゃあガソリン車の燃費はノーマルタイプ 12.6キロ、 ハイブリッド車の方がガソリン車に比べて倍以上走るということになります。はい、高瀬でございます。オデッセイガソリン車全然走らないんだと思ってよくよく見たら、オデッセイのハイブリッド車 JC08 モードでリッター26キロなんですよね。で、ガソリン車が JC08 モード計測されてないんですよ。で、下見ると最新の計測方法 WLTC モードなんですよ。実走行に近い燃費性能なんですよね。なので 12.6 キロということでかなり差が出てきてるんだと思います。同じように WLTC モードで見るとオデッセイのハイブリッドリッター 20.6 キロなんですよ。だから、まあ、ガソリン車の 12.6 キロと比べても倍とまではいかないですね。でもすごいな、オデッセイでこんな走るんだ。あれだけの巨体でありながら、さすが iMMD、 新しくは EHEV でしたっけ。はい、ということでハイブリッド車とガソリン車倍まではいかないということです。以上、高瀬でした。ただ車体の価格80万円ほどガソリン車の方が安くなってるので、長距離とかをあまり乗らないという方であればガソリン車の方がいいのかなとも思われます。これが燃費と価格の違いになります。それでは装備を上から見ていきたいと思います。こちらがホンダセンシング。この装備については全部のグレードで装備されています。ただハイブリッド車については渋滞機能付きになっております。なんだよ渋滞機能付きって、ボタン押したら渋滞になるのかいと。そんな最悪な機能あってたまるかって感じなんですけど、これですね。オデッセイのハイブリッド車にはアダプティブクルーズコントロールが付きますよっていうことが言いたかったんだと思います。でも逆に言うとガソリン車にはこの機能付いてないんですね。ついでにホンダセンシングの内容についても見ていきたいと思います。ホンダセンシングはホンダが提供している安全機能の総称のことです。オデッセイに装備されているホンダセンシング、衝突軽減ブレーキ、車両や歩行者を検知してブレーキサポートをしてくれる、それから誤発進抑制機能、踏み間違えた時に自動でブレーキしてくれます。絵を見るとどうやら前方だけみたいですね。そして先ほど申し上げたクルーズコントロールと LKAS 車線維持支援システム、車線の中央を読み取ってステアリングのアシストしてくれる、歩行者事故低減ステアリング、歩行者を自動回避してくれるステアリングサポート、はみ出さないために路外逸脱制御機能、車線をはみ出しそうになった時自動でステアリングをアシスト、先行車発進お知らせ機能、先行車が発進するとピピッと教えてくれるんですよね。そして最後が標識認識機能、標識を読み取ってメーター内の液晶ディスプレイに映し出してくれるという機能です。オデッセイのホンダセンシング内容が古いんですね。例えばホンダフィット、コンパクトカーですけど、フィットがおそらく今ホンダの車の中で最新のホンダセンシング装備されてる車だと思うんですよ。オデッセイは8個だったのに対しフィットは11個ついてるんです。3つほど機能が多い。なんだろう。まず1つ目、後方の誤発進もついてる。それからこれですね、近距離衝突軽減ブレーキ、そしてもう1個これか、オートハイビーム。この3つの機能が最新のホンダセンシングには新たに追加装備されてるということなんですよね。オデッセイほどの高級ミニバンではあるんですけど、リーズナブルなこのフィットの方が高性能ということになります。はい、ということで再び高瀬でございました。
次ですね、こちらサイドエアバッグシステム、サイドカーテンエアバッグシステムついてますが、こちらも全グレードで装備済みです。で次にナビ装着用スペシャルパッケージ、こちらも全てのグレードで装備されております。マルチビューカメラシステム、車体を上から見たような表示してくれるものになります。ノーマルタイプとアブソルート、メーカーオプションになりまして、アブソルート EX では標準装備になります。ガソリン車はノーマル車なし、アブソルートでメーカーオプション、アブソルート EX で標準装備ですね。あと 100V AC 電源、ハイブリッド車でノーマルとアブソルートがメーカーオプション、アブソルート EX が標準装備。車内でドライヤーだったりアイロンだったり、そういったものを使う場合必要になるもの、おそらく大体の人は使わないんじゃないかなと思います。アブソルート EX には標準で装備されてますね。運転席、大型アームレスト、センターコンソールボックス、こちらはアブソルート EX では標準装備になってます。運転席についている大きな肘掛けですね。あとセンターコンソールボックスっていうのは収納ボックスのような形で置いてあると便利なものだとは思うんですけど、後ろの座席に行くのにまたがないといけなかったりとか通りづらくなってしまう。次ですね、こちらアブソルート専用装備、アブソルートには標準でついているものです。内装がグレードアップしているような形です。こちらハイブリッド専用装備、ガソリン車にはないというものなんですけども、電子制御、パーキングブレーキと EV スイッチ、電動サーボブレーキシステムなどとなってます。で最後 EX 専用装備、アブソルート EX に装備されているものですね。こちらになります。 LED アクティブコーナリングライト、進行方向の内側を照らし視認性を向上させる、コーナーを曲がるときライトも進行方向に動いてそちらを照らしてくれるものになります。ブラインドスポットインフォメーション、車線変更時などに見えにくい位置の車を検知、こういった印で知らせてくれるものです。装備一覧はこのような形です。なぜこの2つだけ紹介していたのかはわからないですけども、他にもちゃんとあります。運転席、助手席のシートヒーター、これも大きいです。トリプルゾーンコントロール、フルオートエアコンディショナー、運転席、助手席、それから後席、この3つのゾーンでしっかり温度設定ができるエアコンディショナーです。それからこれも大きい、助手席の4ウェイパワーシート、助手席に乗られる方はこれがあったらますます高級感を感じられる装備だと思います。そしてこの 100V AC 電源に関しても標準装備になるんですよね。正直ドライヤーとかアイロン車の中で使うのかなっていう風に思いましたが、個人的にはキャンプに行ったり車中泊する時なんかにはすごい重宝しますし、なんといっても災害が起きた時に車で電力を確保することができるということで、これは非常に役に立つ装備だと思います。それからこちら運転席大型アームレスト、1列目運転席助手席に座られる方はとっても高級感を味わえるんじゃないかなと思います。オデッセイで1列目から2列目にウォークスルーするっていうことないと思うんですよね。だからこれは装備されてた方がいいんじゃないかなとも思います。そしてこれセンターコンソールボックス、大型アームレストの下につきます。いろんなものを収納できるということでとっても便利な装備になってるんじゃないかと思います。以上補足でございました。車体価格、ハイブリッドで言うとノーマルタイプ、アブソルートタイプとアブソルート EX タイプで、アブソルート EX タイプは8人乗りのものがないです。アブソルートとアブソルート EX で言うとだいたい30万円ほど車体価格が違ってます。ノーマルタイプ390万円で、アブソルートですと400万円なので10万円ほど、そう考えると10万円程度なのでアブソルートタイプの方が人気があるということでした。一つ疑問に思ったところなんですけど、この7人乗りが400万円に対して8人乗り390万円で価格が低いんですよね。営業の方に質問してみました。7人乗りタイプ2列目のシートがこのようにグレードがアップされて、そのため7人乗りの方が車体価格も高くなっている。足元なんですけどリラックスできるようなものがついて
ている頭の部分ですね、通常のものと違うものになっています。また座席についても低反発のクッションになっているということで、グレードがアップしていることで7人乗りの方が車体価格が高くなっているということでした。色について白、銀、グレーっぽい色、黒、青、赤、このうち星がついているのが1、2、3、4、5、ベッド税込みで44,000円かかるということでした。一番人気の色を聞いてみたんですけど、黒ということでした。次に人気の色が白になっています。最後に見積もり見ていきたいと思います。オデッセイハイブリッド7人乗りタイプ、おすすめのオプションで見積もっていただいたものになります。人気のホワイトにしています。内訳なんですけども、車両本体価格435万8,000円、付属品ハイドロファビック、ETC セットアップ、フロアカーペットマット、ライセンスフレーム、ナンバープレートのカバーになりまして、ドアバイザー、9インチのプレミアムインターナビ、ナビ取り付けアタッチメント、ドライブレコーダー、これが96,800円、前方と後方、11.6 インチのリア席モニターも付けてます。取り付けアタッチメント。セットになります。23,000円なので、ディア席モニターは116,000円ほどになります。これが付属品ということで、合計額が648,835円、税金がかかってきて、納車費用については店頭まで取りに行けばかからないということになります。車庫証明、検査登録届けかかってきます。点検パック、延長保証もつけておりまして、通常は3年間なんですけど、5年間自然に壊れたものを保証してくれるものになります。合計額531万1047円、こちらが金額になります。割引いくらぐらいできるのか、車両本体価格は20万円ということでした。ハイブリッドではなくガソリン車だったとしても20万円でした。プラスアルファで付属品648,835円あるんですけど、これだけのオプションをつければ1割値引きになるというでした。車両本体価格からマイナス20万円、付属品から65,000円ほど割引していただける感じです。以上オデッセイでした。はい、ということで改めてタカスがこちらの見積もり添削じゃないですけどアドバイスをさせていただいたことを申し上げたいと思います。ハイブリッド、ガソリン、グレード関係なく車体からの値引きというのが20万円、それからオプションからの値引きが1割なんですよね。1割だけっていうのはかなり寂しいので、そしたらタカスのアドバイスとしては、車体のコーティング、これ車外でいいですし、92,000円、フロアマット58,300円、これも車外でいいですし、ライセンスフレームなんてこれも車外でいいですし、ナンバープレートの枠ですね、ドアバイザーもこれ車外でいいですし、ナビゲーションは純正よりも僕だったらアルパイン押したいのでこれも車外でいいですし、でそれに伴いナビアタッチメントもアルパイン製のものが売ってるはずなので消します。ドライブレコーダーもいらないですね、車外でいいと思います。でリアモニターつけるんかいと、ここは言いたくなりますけど、これも車外でつけた方がおそらく安くなると思うんですよね。でそもそもリアモニターいるかっていうところも問いたいんですよね。リアモニターがある車乗せてもらったことがあるんですけど、天井にくっついているので見上げるときに結構疲れるんですよね。それだったら僕がステップワゴンでやってるようにヘッドレストに取り付けられるような形の方がいいんじゃないかなということで、リアモニターもいらないんじゃないかな。つまりメーカーオプション、まあ値引きが1割だけということも相まって、もう全部いらないよと言いたいです。64万8000全部消しましょう。まあ納車費用の11,000円、希望ナンバーも、まあでもこだわってるんだったら希望ナンバーぐらい付けさせてあげたいっていうところですけど、これはディーラーさんのサービスにしたいところですよね。消しちゃいましょう。これも消す。点検パックと延長保証、まあ僕だったら点検パックは外しますかね。自分でやりますと。お店によっては点検パックディーラーで入らないと延長保証も入れませんよっていうところあるんですけど、それはお話を聞いてみてどうするか。そうすると今回取った見積もりというのが、このハイブリッドの一番上のグレード、最上級グレード EX グレード、改めて金額これで計算してみます。まあ、先ほど申し上げたものを全て削るとだいたい449万円になります。でそこからさらに車体だけでも値引きが20万円っていうことなので、まあ、430万円でハイブリッドの最上級グレード EX 乗り出せるということになります。個人的にはインターネットで買ってきたナビゲーション、アルパインのものをディーラーさん
算で工賃なしでつけてもらえればそれは一番お買い得なんですけど、かかるとしてもおそらく1時間8000円から9000円ぐらいの工賃で取り付けていただけると思うんですよ。2時間3時間ぐらい2、3万円で取り付けていただけて、ドライブレコーダーを合わせても3万円ぐらいで取り付けてもらえるんじゃないかなと。ものは自分で確保してディーラーさんで取り付けてもらうと、工賃サービスしてもらえればそれが一番いいんですけど、工賃かかるって言うんであればそれ工賃払ってでも社外製にした方が安上がりだし性能もいいものになるんじゃないかと思います。まあ、あとはフロアマット、ドアバイザー、これは僕もステップワゴン購入した時社外品で揃えたんですけど、純正品で買うよりも全然安いですね。5万円ぐらい安くなったんじゃなかったかな。いや、もっと安くなったかもしれないです。いろんなものを自分で揃えたり手間を厭わないのであれば、メーカーオプションは全部取っ払ってご自分で用意されるのが一番安上がりになると思います。ちなみにタカスはステップワゴン購入した際はこの形で購入しました。ナビゲーションとかドライブレコーダーの保証っていうのが延長保証入っていても、延長されなくなっちゃうんですよね。まあ、そういったデメリットもあるんですけど、まあ壊れたことないんで僕はこうしてます。僕が他にアドバイスしたことといえば、オデッセイ今買うのはやめておいた方がいいんじゃないのかなというふうには申し上げました。もうどうしてもこの車が欲しいんだ、今すぐ欲しいんだっていうんであれば、もちろん最善を尽くして値引きを引き出して購入されればいいかと思うんですけど、オデッセイフルモデルチェンジ前って言われてるんですよ。僕もオデッセイ見に行ったんですけど、営業さん曰くもしかしたら今年の年末頃に新型が発表されるかもしれないとおっしゃってました。そんなところでございます。それからタカス、オデッセイの写真また撮らせてもらったので見ていただければと思います。こちらが見せていただいたオデッセイになります。ハイブリッドの最上級グレード EX だと思います。なんと内装は本革仕様になってます。最上級オプションのついたオデッセイです。外観を見るとホンダ顔の大きい車っていうイメージです。パッと見高級車っぽくないというか、アルファードやベルファイアが競合車種ということですが、どうもインパクトに欠けるようなイメージがあります。リアのランプも大きいんですよね。ここら辺に少し古さを感じるかもしれません。ホイールは高級車らしく造形が細かいです。ステップワゴンと比べてみたんですけど、天井はかなり低いですね。地上高も低いです。10センチくらい低いイメージですね。なので重心が低くなっていて、より安定した走行性能を実現しているということでした。とはいえオデッセイならステップワゴンのモデュロ X を進めるかなとも思います。ナビゲーションちっちゃかったんですよね。ナビゲーションが小さいと迫力に欠けますね。エアコンの操作パネル、フラットになっているところはシンプルでおしゃれだなと思います。ただハザードボタンがすごい目立っちゃってますよね。もう少し主張を抑えた方がエレガントなんじゃないかなと思います。ステアリングも特別という感じはしなかったですね。アナログメーターが一つあって、中央や左右に液晶のモニターがついてるみたいです。運転席助手席の間にこれだけ大きいアームレストあると、1列目の方もかなりくつろげるんじゃないかなと思います。ただどうも大味なんですよね。作りが、広さに関しては申し分ないです。ゆったり座れる素晴らしい設計になってます。ただやっぱり大味なんですよね。このウッドパネル下にある収納ボックスだったりグローブボックスだったり、ホンダらしいといえばホンダらしい。普段ステップワゴンに乗ってますのでそんな風に感じました。ところどころ合皮なのかな、本革なのかな、まあ目に見える多くの部分が樹脂なんですよ。アルファードベルファイアがライバル車っていう風に聞いたんで、そうなるとちょっと物足りないようなイメージです。細部のクオリティに関してはフルモデルチェンジに期待したいと思います。2列目のシート、非常に特徴的なヘッドレスト、ゆったりくつろげるオッドマンちゃんとついてます。ただこの本革シートの素材が布シートの方がいいんじゃないのかと。革の素材自体があんまり良くないと言いますか、写真見てもらってもわかると思うんですが、張りがなくておすすめしないです。後席サイドドアの部分、やっぱり古さを感じますね。もうフルモデルチェンジ直前ということで致し方ないんだと思います。荷室に関しても可もなく不可もなくといったところじゃないですかね。タカスはステップワゴンのワクワクゲートめちゃくちゃ使いやすいので、今となってはこの仕様ちょっと残念な気がするんですよね。ただホンダのミニバン、3列目シート跳ね上げじゃなくて床下の収納になるんですよ。それにより多彩なシートアレンジが可能になってます。
内装全体を見渡すとこんな感じです。本革の残念感がかなり際立ってしまっているんじゃないかと思います。なんでこんな張りがないんだろうと。ただ座り心地は確かに良かったんですけど、ダボダボしてるんですよ。むしろ3列目のシートが一番良かったかもしれないですね。感動しました。広さを感じましたし、ラグジュアリー感もあるんですよ。3列目シートから前を見渡すとこんな感じですね。営業さんのお話だと、走行性能に関してはアルファードベルファイアを圧倒しているということなんですよ。ハイブリッド車 iMMD を使われてます。重心が低くてピタッと地面に張り付くように走る、ミニバンとは思えないような走行性能だそうです。とはいえオデッセイに関してはフルモデルチェンジ後の新型車にとにかく期待したいと思います。ということで今回は以上になります。また何かの参考にしていただければと思いますのでよろしくお願いします。では